どうも、おたつです。今回なんですけどね、こちら、PDP から Nintendo Switch 向けに販売されているコントローラー、アフターグローっていうね、製品があるんですけど、これとね、純正のプロコン、こちらをね、ガチでね、比較していきたいと思います。PDP のね、アフターグローのワイヤレスなんですけど、これ、まあ、海外のね、Amazon で買えば、まあ、約50ドルぐらいで購入できるコントローラーなんですが、まあね、送料も含めると、プラス30ドルくらい必要で、まあ、日本円換算するとね、約9000円くらいの純正のプロコンよりもやや高価なコントローラーになるかなというところです。まあ、おそらくね、国内 Amazon で、まあ、並行輸入品をね、購入しても同じくらいになると思います。まあ、だからね、購入しようか悩んでる方多いよね、おそらくね。実際ね、プロコンとね、比較してどうなんだ、ほんまに使いやすいんかってところをね、まあ皆さんね、知りたいよね。だからね、今回の動画で皆さんが知りたいであろう項目にね、もうフォーカスしてお伝えしていこうと思っております。まあおそらくね、この動画見たら、アフターグローワイヤレスをね、買いたくなると思うんで、まあ散財しないようにね、注意してくださいとね、伝えておきます。それじゃね、早速比較していきましょう。はい、それじゃね、まずは外観から見ていって、まあ、スティックとかね、ボタンの形をね、比べていきましょう。コントローラーの大きさからなんですけど、こうやったら見やすいかな。いかがでしょうか。ほとんど変わりません。続いて裏面、こんな感じです。ほとんど変わんないですね。続いてね、スティックの高さなんですけど、こうやったらわかりやすいかな。実際ちょっとね、僕がね、しっかり測ってるわけじゃないんで、なんとも言えないんですけど、使った感じはね、ほぼほぼ純正コンとアフターグローは変わりませんというところですね。まあ、ただね、スティックの形状っていうのが若干違って、このね、くぼんでる部分の高さがあるってとこかな、この縁の部分。が少しね高くなってるんで、若干ねこの純正のプロコンに比べると、あ、縁の部分がちょっと高いなって感じることはあるかもしれないですね。それ以外はねもうほとんど一緒ですね。続いてボタンの高さなんですけど、ボタンの高さはねちょっと黒いから見づらいかもしれないですけど、若干こっちの純正のプロコンの方がボタンは高いかなというところですね。押した感じとかもね、やっぱね若干高いね、純正の方がね。続いてね、トリガーなんですけど、こんな感じになっております。若干なんて言うんだろうな、丸まってるよな、純正コンの方は。だけどアフターグローの方は角張ってるような感じになっています。続いてね、重量比べていきます。重量もねあんまね変わらんだろうって思うんですけどね。はい、純正コンの方は 242g、 そしてアフターグローの方は 242g。 はい、全く一緒ですね。純正コンと PDP のアフターグローはね、もう重量はねもう全く大差ないということで大丈夫だと思います。次にね、まあ、機能やね仕様の部分なんですが、まあ、純正プロコンについてはね、まあこれ把握してる方多いと思うんで、アフターグローこっちにねフォーカスしてお話していきます。まずね、ワイヤレス接続、そして LED ライトの色をカスタマイズ可能で、これねジャイロ機能が搭載してます。で、背面に2個のボタンがついてますよ。で、バッタリー耐久時間が20時間ですよ。こんなとこですね。はい、でね、純正のプロコン、こちらにね搭載されてない機能としては、背面ボタンが2個ついてるっていうところと LED ライト、まあ、この2個がね大きな違いだと思います。まあ、背面ボタンのね良さについては後でお話しするんですが、まあ、このね価格で背面ボタン付きコントローラーがね手に入るのはね正直破格だと思います。 PS4 とかだとね、まあ、背面ボタン付きコントローラーを買おうと思えばね本当2万くらいするわけですからね。はい、このねスカフとかねマジ高いよ本当に。まあ、おかしいぐらい高いんですけど、これはね本当何なんだろうな、PDP っていうメーカーが作ってるからか、まあ、お手頃にね手に入るっていうような感じです。でね、LED ライトなんですけど、こんな感じで光ります。はい。この部分に関してはね、ちょっと好き嫌いあるかもしれないんですが、皆さんどうですか？僕は別にね、そんな好きじゃない。別に光らんでもいいだろうと思ってます。というところですかね。はい。まあ、アフターグローに関してはね、まあ、特徴的な機能が盛りだくさんとなってますが、まあ、カタログスペックを見る限りではね、まあ、純正プロコンの方が、ま、多機能で、まあ、性能は高いのかな、というところですかね。まあ、理由としてね、このアフターグローには、振動機能とか、NFC 機能が搭載されてません。まあ、個人的にね、まあ、どっちもいらんなとは思うんですが、まあ、これね、必要な人もいると思います。そしてね、バッテリーの耐久時間っていうのが、このね、プロコンはね、40時間なのに対して、アフターグローは20時間となってます。これはね、やっぱこの LED がね、無駄に光ったりするから、まあ余計にね、電池食うんかなとかね、思っちゃいますが、半分のね、バッテリー耐久っていうのはね、少し痛いなっていうところですね。まああとはね、充電用のね、端子もね、違いがありまして、アフターグローワイヤレス。こちらはね、ちょっと見えづらいんだけど、これね、タイプ B のケーブルを挿すようになります。USB ですね。
で、こちらはね、純正のプロコンはね、皆さんご存知、タイプ C のね、ケーブルで充電することができます。まあ、この部分をね、比較してみて、まあ、どっちがいいかって言われたら、そりゃね、タイプ C の方が便利ですよね。充電器にいろんなもんで使えますからね。まあ、ここまでね、外観やスペックの違いについてお話してきましたが、まあ、違いとしてはね、以上になります。続いてね、PDP アフターグローワイヤレスと純正プロコンのね、操作感の比較をしていきたいと思います。はい、じゃあね、純正のプロコンと比較してどの程度ね操作感が違うのか気になってる方多いと思うんで、ボタンとかスティック、ジャイロ、それぞれね細かく見ていきましょう。まずはねボタンの違いからいきます。ボタンはね押し込んだ感じのね違いをね実際に見ていただくと分かりやすいです。じゃあまずはね純正コンから、これはみんな知ってるよね。はい、むっちゃね跳ね返りいいんですよ。でアフターグローなんですけど、ボタンの戻りがね悪く感じるよね。押し込んだ時の音とかも違うしね、そんな感じなんですよ。っていうのも純正コンは軽くね押せる感じなんですけど、結構ねアフターグローはベタベタってつくような感じのねボタンかなというところです。ただ僕は実際にこれ使ってスマブラとかねスプラトゥーンしましたが、別にね使いづらいかって言われたらそんなことないんですよ。だから、まあ、むちゃくちゃねこのねプロコンに慣れてる人だったら若干違和感感じるかもしれないんですが、ほとんどの人がね違和感感じないと思う。僕もね結構ねスイッチでもねゲームしてる方なんで、まあそんなところですかね。でトリガーとかはね形状が違うだけでほぼほぼね押し込んだ感じとかは変わんないんで、ここはねあんま気にしなくていいと思います。続いてねスティックなんですけどね、まあ、この部分っていうのは、まあ、スマブラをねプレイする方が一番重視するんじゃないのかなと思います。僕もね一時期ね梅ブラに参加したり、まあ、オフにね参加していた人間なんで、スティックはもうね特に気になります。でね形状はね最初に見ていただいた通りなんですが、純正のプロコンとは形がね違うんですよ。これをね操作しやすいと判断するか操作しにくいと判断するか、まあ人それぞれだとは思うんですが、僕としてはねこれかなりね操作しやすいと思います。スティックの高さとかもね全然変わらないんでね。そしてあと遊びですよね。スティックのここね気になる方むっちゃ多いんじゃないのかなと思います。これはねおそらくですが、僕がね使った感覚だと純正のプロコンとほとんどね変わんないような気がします。 PDP からね販売されている GC コンのね形をした製品っていうのがあるんですけど、これもね多分知ってる人多いと思う。そっちだったらねスティックにむっちゃね遊びがあるんですよね。むっちゃってことじゃないけど結構気になるぐらいあるんですね。こちらに関してはねもう純正のプロコンに、まあ、形状もね近づけてるんで、まあ、操作感もね近づけたんだと思います。はい、形状もねまあほぼプロコンですからね、まあ初めて見る人だったらねこれでどっちがね純正品かわかんないだろうってぐらいな感じだと思います。そのぐらいねまあ出来がいいわけですね。それでは最後にねジャイロですね。まあジャイロなんですが、皆さんねジャイロはスプラトゥーンくらいでしかおそらく使わないとは思うんですけど、純正プロコンとね同じようにねしっかり使うことができます。まあ比べた感じではほんまね全然ね変わんない気がするんで、おそらくね初めてこれ使っても違和感ないと思います。ちなみにスプラトゥーンは僕はね最高どんぐらいだったかな、 S プラスぐらいの実力しかないんで、まあもっとねプレイしている腕前 X の人とかがまあこれで、ね、使ったらね違和感感じるんかなって感じはしますが、まあなんとも言えないですよね。まあ僕が使った限りではまあしっかりねスプラトゥーンプレイできましたよっていうことは言っときます。というわけでね操作感の比較については以上になります。それじゃあね最後にどっちが使いやすいかどっちを選ぶべきかお話してね終わりたいと思います。はい、じゃあねもう結論から伝えると、まあ自分がねプレイするゲームで決めましょうっていうところにはなっちゃうんですが、これね僕個人としてどっちが使いやすいかっていうのを言われると、 PDP アフターグローワイヤレスの方が断然ね使いやすいです。理由としてスプラトゥーンでねジャイロ操作するの僕やめたんですよ。そうなったらね背面ボタンほんと必須になってきます。背面ボタンはねこれね両方押しても反応するのっていうようなね質問があったんで、一応ね見せます。はい、両方押してもちゃんとね反応しますし、全然ね押せるような形状になってます。これねジャンプを背面ボタンに割り当てることで、まあエイムをね合わせながらねジャンプできるんですよ、背面ボタンがあればね。はい、純正プロコンじゃそれができないです。まあできんことはないんですけど、操作難しいんですよこうやってやるのね。モンハン持ちねなかなかできない、年取るとね。でね他のゲームでもね背面ボタンがあるというのはね、まあいろいろとね有利に働くから、まあ操作感をね向上させるという意味では PDP アフターグローワイヤレスの方がね絶対使い勝手いいと思います。まあこんなところですね。そんなわけでね、まあ僕なりにこんな人はこれを買った方がいいよっていうのをねまとめとくと、まあ PDP アフターグローワイヤレスは背面ボタンを使って操作性をね上げたい人、ここねもう最高だよこれあると。
で、カラフルなコントローラーが好きな人、はい、こんな感じでもうピッカピカ光るよね。でね、振動とか NFC 機能が必要ない人、この部分はね、必要な人と必要じゃない人いるからね、まあこんな人はね、買って後悔しないんじゃないのかなと思います。次にね、純正プロコンを買うべき人なんですが、スイッチのね、機能ね、もうしっかり使って遊びたい人、そして任天堂純正製品じゃないと安心できないよという人で、背面ボタンはね、もう必要ない人、まあ、こんな人はね、純正コントローラー買った方がね、おそらくね、満足度高いと思います。とはいえ PDP やアフターグローワイヤレスは、まあ、これね、任天堂ライセンスの製品なんですよ。なんで製品の質は保証されてると思って大丈夫かと思います。自分にね、ぴったりな製品がどっちかね、判断できたら、ぜひね、動画の概要欄のね、方にね、リンク貼ってるんでチェックしてみてください。で、まあ一つね、注意点なんですけど、中華製品ね、いろいろあるじゃないですか。 Amazon で高評価だらけのやつ、絶対ね、そんなの買うよりこれ買った方がいいです。それかこれ、じゃないとね、おそらくね、早く壊れるし後悔すると思う、そのぐらいね、中華製品っていうのはね、もう僕としては何とも言えないし、結構ね、紹介してる人もいるけど、やっぱね、ちゃんとね、ライセンス取ってる製品を使った方が後々後悔しないと思うんで、まあ、この動画を見た人はね、こっちかこっち、まあ、それかね、しっかり任天堂ライセンスがついてるホリパッドとかね、その辺をね、買ってやってください。全然関係ない話しましたが、そんなところです。ぜひね、概要欄の方はチェックしてみてください。というわけでね、今回の話は以上になるんですが、まあね、少しでもね、役に立ったよという方はね、コメント欄でコメントいただけると嬉しいです。あとね、質問等いただけましたらできる限り回答してます。まあね、微妙だなって思った方はもうね、もう間違いでもいいんでね、いいねボタンポチッと押してやってください。ゲームにね、関わる情報にね、興味があるのにも関わらず、まだね、チャンネル登録してないんだったら、まあ見逃さないためにもね、今のうちにね、ゆとりーまんチャンネルのメンバーになっておきましょうって、皆さんのね、コメントとかね、評価がね、次の動画のね、モチベーションにつながってるんで、もうね、ぜひよろしくお願いします。というわけでまた次回ゆとりーまんチャンネルでお会いしましょう。またね。